皆さんどうも、エヴァンゲリオンドイヒーです。先生もいるよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃんこです。そう、エヴァのキャラが進化できるようになったよ。第三形態になるんだ。これでめちゃくちゃ強くなるはず。体力、移動速度、攻撃速度が上昇。攻撃力アップしないの？残念かんねん。なんでやねんとやさ。だけど強くはなるはずだ。めちゃくちゃでっけー。何人乗ってんだよこの飛行機に。一人ぼっちになっちゃった。みんな死んじゃったのかな。悲しいこと言うなよ。それじゃあ新しいステージでどれぐらい使えるか行ってみよう。こいつだけでいいと思うけども、一応エヴァを揃えてみたよ。これで余裕のよっちゃん89歳よっちゃんと勝利。果たしてどれぐらい強いのかな。まずはお金を貯めていこう。だって世の中金だ金だ金だ。お金大好き。お金のために奴隷のように働け。恐ろしい発言だ。さあ壁でどんどん攻撃耐えてみて。なんならもう壁でクリアしちゃおうか。どんだけ壁強いんだよ。そうだよね、壁は犠牲になる運命。悲しいこと言うなよ。あとは頼んだぞ、でっかい船。あれ、移動速度上がったって言う割には遅いの。まあ前より速くなったってだけでしょ。攻撃いけ、ものすごいレーザー。だけどペンギンやられてない。もしかして攻撃力ゲロシャブかよ。これは厳しすぎる。ああ出てきたよ、黒の全身パーツ野郎が出てきたよ。エヴァンゲリオンね、頑張ってこいつを倒してくれ。さあレーザービームくらえ、どうだ。っていうか壁たち頑張りすぎちゃってない？壁たちだけで勝てちゃいそう。本当だね、壁強すぎちゃったね。思ってた結果にならなくて、あじゅびじゅばー。まあまだ次のステージがあるからね、ここでは活躍してくれるでしょう。余裕のよっちゃん89歳、よっちゃんと勝利。さすがにここも壁で勝つなんてことはないでしょう。とりあえずお金が貯まるのを寝て待ちますか。寝てる余裕はないでしょう。出てくるの早すぎだから、まだお金貯まってないから。まあゆっくり来るからお金は貯めそうだね。おじいちゃん並みのスピードでラッキークッキー美味しいし。さあお金ももうたっぷんたっぷんだ。これなら出せそうだ。こいつさえ出しちゃえばあとはもう寝ててもいいよね。まだどうなるかわからないでしょうか。確かにウサギ全然倒せてない。こいつそんなに強くないのか。攻撃力ももっと上げといてほしかったな。だけどこの全身タイツマンは倒してくれるはず。いけー、やられてる。大丈夫か、ダメだ、ボコボコにやられてるぞ。攻撃いけー、攻撃する前にやられてる。攻撃速度上がったんじゃないのかよ。ようやく攻撃できたけど全然効いてない。これはダメだ。だけど押してるからまだわからないよ。まあ体力も上がってるからやられなければいいだけの話か。頑張れ、やられてる、こっそりやられてる。正直あんまり強くなってなくて、あじぴじぱー。結局は0号機とか出してなんとか勝てました。せっかく第三形態になれたのにあんまりかよ。ショックショックで超ショック。朝食はパンがおすすめ。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。